学籍番号20番殿様、21番ふくらはぎ、22番レナ、あ、いやこれあれレイナーかな、いやこのかレナ、なんだこれ、菊川レイのレイに鈴木奈々のなで、これレナレイナレナレイナレイナ、どっち、あのマサヤ先生、正直どっちでもよくないですか。何を言ってるんだ松下君、声の魔法使いにとってはたった一文字の違いがとてつもなく大きな違いになるんだよ。例えば昔からこんな滑舌の呪文があるだろ、親や親に親謝りなさい、言えてた。先生ちょっと厳しいですね。親や親に親謝りなさい、はい言ってみなさい。親や親に親謝りなさい。おお。わあ、こんなの簡単ですよ、私だって言いますよ。今おおって完全に喜んでたけど、まあでもな、そうそう、ここまではいいんだよ。このあやさんがだよ、おあやのあやさんが一文字違いのあやなさんという名前だったら果たして言えるだろうかという話だ。あやなさんだったら、ということで今日の滑舌の呪文はこちら、おあなやや親にお謝りなさい。さあ3回言って、おあやなや親にお謝りなさい。おあやなや親にお謝りなさい。おあなやや親におやま、おや謝りなさい。ひでえ。声に優れたもの、声優。その声色は類いまれなる才能と日々の鍛錬によって得られた魔法。この学園はそんな声の魔法使いの育成機関である。コルネリア魔法学園。こんばんは、クールに参るクラスターに松倉正也です。学籍番号ゼロ、学級委員の松下優です。始まりましたよ、コルネリア魔法学園。はい、オープニングの滑舌の呪文はもうひどいもんだったね。ね、でもさ、これ元々のさ、親やや親にお謝りなさい、これ有名なの、これ俺初めて聞いたけど、え、あ、これ有名なんだ。これ有名ですよ。あ、本当、はい、早口言葉的に、あ、よく耳にします。言葉業界、あ、早口よく耳にする割にはカミカミでしたけどね。松下君どうしたんですか。あ、でもマサヤ先生よりは言えてましたよ、親や親にお謝りなさいは。今ちょっと怪しい。あ、そうなんだ、ベタなものなんだ。知らないことってのはあるもんだね。いや、あのさ、はい、あまり俺噛まないと思わない、この滑舌の呪文。あ、確かに得意とか言わないのに。はい、昔さ、変な先生っていうのはいるもんでさ、はい、まあ、松下君もあったと思うけれども、うちに来る特別講師じゃないような変な先生がさ、はい、教えたがりの変なおじいってのはいるんだよね。それさ、松風君に教えたいよっつって、はい、なんかもう芝居のこと教えたいよみたいなのを言われた時が、はい、19か20歳の時に会ってさ、はい、そいつがなんか一生懸命なんか早口言葉言ってくるんだけど、はい、俺のが全然うまくって、えそれ以来教えたいって言わなくなったの。だから俺ね、教えてもらったことないんだよね、早口言葉とか。そうなんですか。うん、え、なのにあんまり構わない。だからこう、そういうね、ベタなのも初めて知ったのもね、勉強になりましたけれども。さあ、今回はそんなおじいの教えたがりとは全然違う特別講師、はい、また来てくれますよ。なんと偶然にも我々2人とも共演したことがあるというね。そうなんですよ、はい、あの方ですよ、女性で、あの、この年代は初じゃないですか。そうですよね、学園長に続いてね、女性ですけれども、はい、初です。ぐと急に若返りがありましたけれども、はい、楽しみにしていただきたいと思いますよ。そしてもちろんこの番組はリスナーの皆さん、学園生として参加型の番組ですよ。番組宛にメールで参加してくれた方には学籍番号をプレゼントして入学を許可します。メールは学園アットマークベイヘム .co.jp、 学園アットマークベイヘム .co.jp まで。番組ホームページのメールフォームからも投稿できます。はい、この後はいよいよ特別講師、あの方の登場です。一限目魔法講義。さあ、一限目は声の魔法講義です。毎回ゲスト声優さんをお招きして声の魔法の秘密を講義形式で教えてもらいます。さあ、お待たせいたしました、今回の特別講師はこちらの方です。学園生の皆さん、はじめまして、特別講師の神田明美です。ようこそ。こんなんでいいでしょうか。よろしくお願いします。あら、なんかちょっとイメージが、どうして、先生っぽくしてくれたんですか、はい、今大人の助教師っぽくご挨拶をしました。かんちゃんのだからもう数が分かんない、はい、なんか女優さんには僕よくある感じだと思うんですけど、はい、普通が分からない。あー、その神田明美、うん、あ、
あのだから今回ほら計らずも2人ともね別の場所で共演してるという、そうなんですよ。まずちょっと松下くんの話から聞いて、どこで共演してたんですか？そうですね、かんちゃんのラジオ番組。そうなんです、私は名古屋でやってたラジオ番組の、まあ、アシスタントといいますか、そうですね、はい、として一緒にやってくださってたんです。当時は名古屋を中心とした活動拠点の人気アイドルだったわけだもんね、松下くんはね。そう本当にそうだったんですけど。だからだ、名古屋の局で名古屋の人気番組だったから。でもね、これにはきっかけがあって、はい、私が出演している英雄伝説空の軌跡っていう、はい、それのドラマ CD を撮る機会があったんですけど、はい、そこにゆいちゃんが来てたんですよ。そうなんですよ。なんでそうか、違います。他の理由はなんか別にゲストとして、まあ、あの出演もね、そうですね、してて、はい、だってその時はアイドルなわけでしょ、松下くんは。そうです、アイドルで、はい、なおかつこう声優さんのお仕事とかもやったことなくて、うんうん、何かのこうきっかけでポンとそういうチャンスがあるよって言われたから、はいはい、現場に来てて、それで私はその2人で来てたんですけど、女の子2人で、はい、あの可愛い子たち何何って言って周りのスタッフさんに聞いたら、名古屋でやってる子だよって聞いたので、その時にちょうど名古屋で番組が始まることが決まってたので、だったらあの子たちと一緒にやりたいって言って、かんちゃんが言ったの。そう、スカウトしたんです。だってかんちゃんもその時はアイドルじゃない、どっちかっていうと。うわ、もうユニットとかでもうバリバリ歌も踊りもやってた時なんじゃないの。ご卒業した当時ぐらいかな、直後ぐらいかな、そういうことかな。で、一緒にやりたいって言って実現したんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。またやっぱでもこう頑張ってると、それこそね、あの真子さんに、学園長の野沢雅子さんにも、ね、言っていたんで、はいはいはい、やっぱ頑張ってるとこうね、また会えたりとか繋がったりとかするのもね、この業界ならではのね。もう何年ぶりってことですか？いや、もう結構経つ、3年以上、4年、下手したら4年ぐらいです、ね、そんなになるんだね。はい、さあ、そして私とはですね、はい、あのかんちゃんはやっぱりいろいろ作品は共演を、はい、いい作品でこうちらほらとお名前もお見かけしてますが、やっぱり毎週同じ現場にいたのはウィッチブレードが僕は印象的な。そうですね、ウィッチブレード、もうあれは2007年ぐらいの作品なんで、なりますか、アメコミ原作の作品で、はい、主役の、ね、ヒロインの女の子は野戸真美子さんがやってますけど、はい、その異常な力を持ってしまったヒロインの方がいろいろあって子連れなんですよ、はい、うんうん、そのヒロインが連れている、うん、まあ、血がつながってはいないんですけれども、うん、子供の役を、あれは小学生になってないぐらいなのかな、うん、1年生なんか未就学かぐらいですよ、うんうんうん、をやっていたのがかんちゃんで、はい、松風さんは戸沢ちゃんでしたっけ。そう、やさぐれたカメラマン、はい、スクープを狙ってて、でそのヒロインが変身するから、人間が変身するって異常だったりとかするから、スクープ狙ってこうやってずっとへばりついてたら、うん、その瞬間とか居合わせちゃったりして、秘密を知って、でもいろいろ助けてくれる、ね、みたいな話です。とてもね、いい、あれ人気の作品ですよ。いや、いい作品です。そのね、じゃもうそこも作品も面白いんだけれども、はいはいはい、その時に僕はね、業界、僕も十何年かあれいろんな現場いますけど、二、はい、度見した。もう基本的にアニメって画面見ながら喋ってやるでしょ、はいはい、俺みたいな、これ誰が喋ったのって言って、もう思わず本当に喋ってる人のことをもうキョロキョロと二度見したのはね、やっぱかんちゃんのね、声がね、びっくりするよね。そうですか。うん、なんか特に純粋で、でもなんかでも気の強い純粋な女の子みたいな役で、こんな、割としっかり者の女の子でした、ね、だから感情表現すげえありましたよね、ちびっこなのにね。うん、しっかりしてた、うん、だ普通感情表現すると大人になるでしょ、大人がやってるから、はい、でもそれ子供をねキープしたまんまね持っていくんだよね。あと驚いた声とかがもう普通に子供なの。難しかったです。まあでもあれは最初オーディションを受けた時とかにトークバックで音響監督さんから、それ声作ってるって聞かれて、あ、落ちたなって思ったんですよ。これはもうダメだったんだ。だいたい声作ってますかって聞かれる時って落ちる時だから、あ、その表現はこの業界では褒めてないですよね、意外にね、うん、そう、作ってるって言われるのは。それでただ周りにいたスタッフさんが、いえいえ多分あれ地声ですよって言って、あの割と本人に近い声だと思いますよって言って言ってくれて、まあそれでなぜか不思議と受かったんですけど、やっぱり実際単語単語では喋れても、一つの流れとして喋るときにどうしても一番アドリブとかは、あとかえとかいうのってどうしても大人になっちゃう時があるんですね、うん、そりゃそうだ、大人だもんだそういうのとかを流れを止めずに子供でやるっていうのはすごい難しかった。一時もずっと子供近くにいると見てましたね。あ、どこから発音、トーン、キーのね、はい、パンって跳ね方とかってやっぱり本物見るときありますよ ね。あとどこに食いつくのかな子供はとか、そういうこととかを見て、あ、こんなところまで
親のことを気にしてるんだとか、そういうことをいろいろ見ながらやってた気がします。いや、あのなんか基本的にある女性の声優さんはみんな子供とかやりがちだから、うん、なんかあと子供とか赤ちゃんとかやってくださいって言われて、はい、みたいな、 なんか典型的なやつじゃないの、はい、やっぱかんちゃんの持ってくところはすごくリアリティがあったのがとても印象的で嬉しいです。リアリティのない世界だからこそリアリティのある日本人の子供みたいな感じがすごく良かったです、褒められた。いやいやいや、ずっと褒めてます、ね、そういう人ばっかりをね呼ぼうと思ってました。さあそんな、はい、神田明美さんの声優になったきっかけって聞いたことないなと思いまして、どうして今に至るんでしょうか。そうですね、私これ実は声優を目指してなかったんですよ。そうなんですか。そう、ゆいちゃんだったら知ってると思うんですけど、はい、名古屋で大きい劇場のみその座とかさ、はい、中日劇場とか大きい商業芝居をやる施設があるんですけど、こっちでいうとこの明治座みたいな。そう、明治座とか新橋演舞場とか花道がドーンってあるような、はい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 、ああいうところでやってるあのお芝居に出たくて舞台女優になりたかったんですよ。舞台がすごくやりたくて、似合いそう時代劇とかも大好きで、うん、そういうのがやりたいって母親に相談して、ああのご家族親戚にそういう方がいらっしゃったとか。いや全然、だけどお母さんにどうしたらいいんだろうって言ったら、お母さんが困ってどうしようかなって悩んで、でもそのつてをなんかお母さんも一生懸命探してくれたら、うん、たまたまそのみその座とかに出てらっしゃる女優さんと知り合いの方を見つけてきてくれて、うん、楽屋にちょっと聞きに行ってらっしゃいみたいな感じで送り出されて、はい、楽屋に行ったら、あなたやりたいのって言われて、はい、はい、東京に行きたいんですみたいなことを言ったら、それが高校卒業してすぐの時ぐらいですかね、はい、そうしたら、まあじゃあ私の知り合いが東京の養成所でいろいろ教えてるから、これパンフレットだからよかったら見てみたらって言って渡されたのが青二塾のパンフレットだったんです、だからもう声優の学校だって知らずに、うん、行っちゃったんですよね。全日制だしカリキュラムしっかりしてるし、はいはい、なんか普通だったらパンフレットの後ろに卒業生のいろいろな出演作とかって書いてあって、はいはいはい、もちろんアニメ、うん、外画がいっぱい書いてあったんですよ、うんうん、でもそこの中の欄に明治座とか新橋演舞場って舞台にも出てらっしゃる方が何人かいたので書いてあって、私はそこしか見てなくて、うん、分かる、うん、気がつかないんだよね書いてあってもね、その業界に疎いとね。そうなんです、はいはいはい、出られるんだと思って、うん、日舞も洋舞もボイストレーニングもあったので、これは最高だと思ってそのまま受験しに行ったんですよ。かんちゃん青鬼塾から青鬼だもんね、もうスーパーエリートだからね。いやいやいや、青鬼プロダクションってもうすごい人しかいないからね。あ、やべ、俺も青鬼だったなんだなんだこれこれが言いたかった、これが言いたかった、あのいつもの、ね、展開で小野坂さんに怒られるやつね。いやでも青鬼プロダクションのその直接の機関である青鬼塾っていうのは他の養成の学校と全然違くって、はい、マイクワークとか台本のなんとかとかっていうことを一切しないっていうね、これ有名なんですよね。演劇的なことしかしないの。そうなんですか。週に1回だけ一応マイク前演技っていうのが私たちの頃はありましたけど、うん、それ以外は本当に私が望んでた舞台に出るためのお芝居のお稽古だったりとか、ね、もう内容同じ、ね、本当同じなんです。今だから聞きながら笑っちゃいました僕、うん、青二塾ならではです、はい、ね、だから養成所の頃は、はい、ああもうやりたいことやれてるって感じでしただから受かってからが大変でしたね、プロダクションに。デビュー作がなんとワンピースに。あ、デビュー作はドラマ CD でした。ああそうなんだ、はい、でも時代的にはそのぐらいになるの。ワンピースっていうともう最近だって、はい、ワンピースは実は今だから話せる、入ってすぐの年に波役をオーディションで受けて落ちました。わすごいね、うん、いやでもねやっててある話だねそれね。あ、やりたかったな、それすげえある話だな、うん、でも時期的にはそのぐらいが。そうですね。どうでしたか、あのやっぱ途中で当然気がつくわけでしょこれ。あれ、どうやらこのままでも新橋演舞場に繋がってねえぞ、違うみたいな、なんかもう完全な日本の有名なアニメスタジオ全てに繋がってきたぞこれっていうね感じになってきちゃったでしょ。そうなんですよ、だからもう本当に皆さん大体なりたくていらっしゃってるので、はい、なんとなくの予備知識があるんですよね。まあ好きだから入る人が多い。そう、でも私は全くわからなかったので、そのドラマ CD の現場に送り込まれても、まずドラマ CD が意味がわかんない、ね、そうなんですよね。で、まあなんとなくやってこの台本をまず読む、マイクの前で読むっていうのはわかったんですけど、私が喋り出しだったんですよ、そのドラマ CD の一番最初の村人 A だったんですけど、はい、で、Q ランプがついたら喋ってくださいって言われて、はい、
急ランプなにそれって思って、でもその挙動不審感が多分すごく出てたんだと思うんですけど、はいはいはい、ヒロインの飯塚真由美さんが目の前に座ってらっしゃって、はいはいはい、飯塚さんがそれを察知してこれがね急ランプって言うんだよって教えてくださってはいって言って、これがついたら喋ればいいんだ、喋ればいいんだ無事に一言緊張しながら喋りましたけど、いや分からないことだらけでしたね。あ、じゃあそれをなんか分かるようになってって、分かるようになったら面白いできたとかって言ってずっと駆け抜けてきたような、結局なんかできないことがやっぱり多すぎて悔しくて、やれるようになりたいって思ってたら15、6年経ってたって感じですよね。いやでも聞いてる皆さんはねあれかもしれないけど、もう聞いてびっくりしたのがね、はいはい、突然文学座のあのもう全然神田明美の名前を通ってる時に突然いきなり入ったの、もう全部の仕事パチンってお休みして。そうなんです、1年間、はい、お芝居の勉強を改めてしたいなと思って、あれは2011年震災の年だったので、はい、その年1年間通ったんですよね。なんか思い立っちゃって、超プロなんだよだ周り大学生とかそういうことなんですよね、新卒で入ってたりね。そうなんですよ、10ぐらい違う子と一緒に毎日なんかもう一度、あ、メンバー会内じゃないですけど、あの滑舌の練習からウイロウリやってみたいな感じで、うん、一からやり直すというでもそれもだって別に文学座に入りたくて、はい、本気で入れてくれてたら入れてくれたと思うんですけど、入りたくてやったわけじゃないんですよね、その文学座。聴講生っていうシステムがあって、はい、プロダクションがお願いして1年間文学座のカリキュラムを学ばせてくださいっていうのがあるんですけど、それに行きたいですって事務所にお願いして、アメリカでいうとこのワークショップみたいなやつだ。そうですね、日本もあるんだそういうの。そういうシステムがあって行っちゃいましたそれ聞いた時にね、かんちゃんはやっぱ普通じゃねえなと思って、今まで他にやっぱ違うなと思ってたけど、やることさらに違うなと。いやそんなかんちゃんの思う、はい、うまい声優ってズバリ誰だとか、どんな人だとか。さっき松風さんがウィッチブレードの話された時に、すごく非日常な世界を描くだけにリアルなセリフが言えると作品が膨らむみたいなことをおっしゃったじゃないですか、うんうん、私も本当にそれができることを望んでいるし、できる方がうまいなって思うんですけど、はい、それをすごい実感したのが、はい、ワンピースっていう作品に出た時に、はい、中尾流星さんがシーザーっていう役をやられてたんですけど、うん、すごい悪いやつをやってたんですよ、はい、本当に子供たちをいじめ倒すような、もう信じられないぐらい悪いやつを演じてて、それでもう毎回ウシャ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 って笑ったりとかするんですけど、悪いんですよ。へー、悪いし、すごく現実にはまあそんなやついたらとんでもないし、まあ見た感じも現実にはいないアニメの中の世界の人なんですけど、でもその笑い声一つとっても悪いんだけど愛嬌があって、だけどすごく悲しそうで、あ、もしかしたら私たちの部分にもこういう心ってあるだろうなって思わせてくれるような、なんかそういうお芝居を目の前で見させていただいて、もう本当に感動して、うわー中尾さん本当に素敵だなって。てかワンピースの現場皆さん本当にそういう感じでした。本当にアニメらしいアニメなのに、うんうんうん、実際にいそうじゃないですか。なんかいてくれたら嬉しいなって思ったりとか、はい、やっぱあれって芝居の厚みだなとか。いやでも流星さんをチョイスするところがまたね渋いですね。皆さんはあのバイキンマンでねご存知の流星さんですけれども、はい、あんなハヒフヘホとかねだけでね、ハヒフヘホですよ、ね、言う人とかはねすげえ実力だからね、あの大谷さんのピカだけでね言う人がセリフ喋ったらそりゃすごいよみたいなね。いやでも本当その時もでも流星さんの分かる。だからなんか僕らすごすぎてなんかもう達観してて、優しい人なの、はい、とっても優しい、もう本当にみんな好きになると思うよ、もう優しい紳士、でもね全然やっぱね熱いもう役者だから、はい、もう若い頃がバツイ人だったっていうのを聞いたことがあって、ちょっと今なんかそれ繋がってくんなって、それで小バカにして片手間でハヒフヘホとかって茶化してるわけじゃなくて、はい、やっぱね表現とかね、はい、そういうのをすごくね、そしてね NG を出さないんですよ。そうなんだ、本当にすごい喋ってらっしゃって、もうギリギリまであの V をなんて言ったらいいんだろう、ワンピースって当日にしか絵を見られないんですよ、通し見っていうね、リハ V が来ない体制、はい、なので当日全部合わせてくんですけど、本番までにどんな長ゼリフがあってもピタって合うんですよ。すごくて、もうそれもまた、それはでもあの時代の先輩たちならではかもしれないですね、口パクがシビアっていうね。そっか、え、かんちゃんはとちるタイプですか？私ですか、
どうなんだろう。あんま噛まない。ウィッチブレードの時に噛んでるイメージとか全然なんか。噛みはしないタイプですかね。天然とかドジなイメージないですけど。でめちゃくちゃ噛んだり、すげえ口パクずれんのに上手い人ってどう思います？でもそれはどうなんだろう。難しいですね。いるでしょ。超魅力満載でこの人しかこの喋りできないよなと思うんだけど、超ずれる人いるでしょ。いますね。あと何度もミスる人。マジかってちょっとイラッとくるぐらい、5回ぐらい連続で NG 出す、つい本当一昨日ぐらいの現場でもあったんだけど、何年やってんだよって思うもういるのそういう選手。でも出来上がり見るとめちゃめちゃ良かったりとかすると悔しいですよね。ねそうだね。バスでやれよって思いますよ ね厳しいタイプだ。さあ、はい、こうやって話が盛り上がってるんですね。あっという間にお時間の方が来てしまいました。1週目の講義終了のお時間になってしまいました。そこでかんちゃんからお知らせがあるということで、はい、お知らせをお願いします。はい、2015年6月11日に発売予定の日本ファルコムさんが作っています空の奇跡、さっきね、お話に出てきたんですけれども、長い作品なんですよ。空の奇跡っていう作品はつながってるんだ。そうなんです。その空の奇跡 FC がフルボイスになって発売されることになりまして、空の奇跡 FC エボリューション6月11日発売予定ですので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。いやでもその作品つながってるってことは、ほら、マチタ君も頑張ったらまたね、またこの現場でもしかして、次の新作とかにもまたね、頑張ります。前へ前へと頑張ります。はい、よろしくお願いします。では神田先生、次回もさらに踏み込んだお話をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで以上、声の魔法講義でした。コルネリア魔法学園、あっという間に終業のお時間です。はい、山下君どうでした？どうでした？いやもう神田先生も久々なのでお会いしたのがね。えはい、仲良しで、だってカンちゃんの方が、あの子たちと一緒にっていう風にね、声かけてっていう、すごい嬉しいね、話も、そしてまたそれ共演できるっていうのはやっぱりさ、お互いね、この業界やっぱプロで厳しいけど楽しいとこやっぱそれだよね。あ、そうですね。で来週はさ、だから僕もそうなんだけど、共演してるっていうことはやっぱ実力があって選ばれてるわけじゃない、でそれだからこそあんまり聞かないことをね、グイグイと聞いていけたらなと思いますよ。はい、松下くんどう、その後この番組の反響は？そうですね、あのリプライとかでいただいてるんですけど、ちょいちょい目にするのが、ユイミーあんまり喋ってないとか言って、やっぱしさ、あの講義内容が濃くなりすぎるとね。はい、そうかそうか。その収録をしてる時はもう真剣に聞いちゃってて、でオンエア聞くと、まあ、その映像がないじゃないですか、だから本当に喋ってないなと思ってたんですけど、ラジオは喋ってないといないのと同じことになるからね。そうです、そういうこと、いやでもさ、あのこれ我々だけの本当に楽しみだと思うんだけど、僕もそうなんだけど、実際いて喋って同じこと喋ってるはずなんだけど、知ってるはずなんだけど、やっぱ聞くと違うよね。全然違いますねやっぱり、今だったら今までのやつも全部インターネットで聞けるから、ぜひね皆さんも2回目聞いた時、3回目聞いた時、多分イメージ違うと思うんだよね。そこら辺も楽しんでほしい。そしてじゃああれだね、松田君ファンのためにもちょっとじゃあいっぱい喋りなさいよ。何の話する？何の話するって、そんなそんな切り出し方あります？中2の時の話する？中学2年生ぐらいの時の。あ、じゃあ中学生の話します。中2の一番の思い出ちょっと言ってください。中2のネクラだった。どんな風にネクラだったの？ヤンキーが多かったんで。ああ、もう時間でございます。あっという間に、はい、時間危ね。アイドルらしからぬ話が聞けるところだったのが惜しかった。いや皆さんまたね、来週また内容をパワーアップしておりますよ。また来週お会いしましょう。それでは松下君、忘れちゃダメだよ、不良の話じゃないよ。最後に滑舌の呪文、ほらこれ増えた方だよ、3回どうぞ。おわなやなよ。ちょっと今の違います。今の違くない。おやなや親にお謝りなさい。おやなや親にお謝りなさい。おわなやなや親にお謝りなさい。ファンの皆様にはね、この部分でお腹いっぱいになっていただきたいと思ってますよ。また来週。